え私この前ですねテレビの放送で「小じき」だと <laughs> いうことを言ったらですねまあ隣のまあテレビに結構出てる方が「小じき」っていうのはえ放送禁止用語だから使わない方がいいですよとか言ったわけですね。その後少し調べましてね「小じき」がなぜ放送禁止用語なのかっていうと現代の日本ではですね人から物をもらうような物乞いみたいな人はいないから <laughs> だから そういう人を非難するような用語はですね放送として適当ではないというそういう意味で放送ではあの「古事記」という言葉を自粛してるって言うんですよ。<laughs> あれ <laughs> ってわけですね。私なんかは現代の日本はですね非常にあの古事記的ですよ。人から何か物をもらうっていうのがいいっていうですね。例えばあのよく使われるように何とか無償化ってうのがあんですよ。高校無償化 さらに大学もですね最近大学の一部を無償化にすするって言うんですよそれからすでにこの4月から無償化になったのが無償化っていうか本当正しく言えば税金化なんですけど別にあのー、その高校の先生が給料をもらわないってわけじゃないんですよ高校の先生は給料をもらってるけどもそれは税金からもらうっていうだけのことなんですねそれから0歳児まあ1歳児もそうかなそれの保育が月20万 ままで無償化になりましたこれは無償化じゃないですね。税金化です。で、おそらくはこの無償化っていう名前が横行するのはですね、えー、っと、多くの人が税金はもらうものだと思ってるんでしょうね。私なんか税金を払うものだと思ってるんですよ。ですから、えー、幼児教育の、幼児保育の無償化ってったら、またそれ金取られるんだな、税金が上がるんだな、とか思いますね。で私はねあの まあ子供についてはですね基本はですね両親が結婚して子供を作る時にやっぱり2人で約束するべきだと思うんですよあのもし生まれ子供が生まれたら2人で育てようとどんなに苦しくても自分があ自分たちでお金を稼ぎ自分たちで子供を育てようとそれによって子供はですね本当に両親に感謝する心が生まれるんですよねだけど社会が子供を 育ててくれるからまあ、いくらでも子供育っていいよなんていう社会はですね私は歪んでると思いますこれはまあ個人的な感じもありますねですからまあ中学くらいまでは義務教育だけど義務教育もね基本的にはやっぱり施設とかそういうものをできるだけ、えー、国とかそういう共通で出してまあ、日々いるお金はですねやっぱりお父さんお母さんが出すっていうのは正しいでしょうねまして高校とか大学はですね やっぱり苦しんでも自分もアルバイトし親も苦しんでお金を出してくれて自分が大学を出ることができたそしたら本当に深く感謝しますよだけど国からお金が出たってうんじゃねちょっと私はどうかと思いますそういう人が山ほどおりますそれからあの太陽光発電がそうですね太陽光発電が悪いと私言ってんじゃないんですよいつも誤解されるんですけどね原子力発電もそうなんですが。 武田先生は太陽で電気を起こすの悪いって言うんですかいや全然悪くないですよ。それは別にですね、太陽の光で発電してもいいんですけども、現在では技術がまだ不足しててですね、どういう状態かっていうと、太陽光発電で発電するためのエネルギー、石油とか石炭のエネルギーですよ、使うエネルギーはですね、直接石油、石炭を炊いて、えー、火力発電で 発電したよよりか多く必要なんですよ <laughs> つまり実にバカらしいことしてるわけで、えー、石油石炭のエネルギーをそのまま電気にすりゃいいのにわざわざ太陽光発電の設備を作ったりメンテナンスしたりするするのに、まあ、大体今1.5倍から2倍使ってるんですよ 1.。もっと多いかな3倍ぐらいかな。3倍ぐらいつく使って、えー、太陽光発電をやって 1>, 1のエネルギーを取るんですよそれだったら直接石油石炭を燃やしてですねあの3のエネルギー取った方がいいわけですよ。そるまた頭が混乱する人がいてですねそんなこと言ったって、えー、石油石炭を直接燃やしたら CO 2が出るじゃないかっつって,言っていやいやあの太陽光発電の装置を作ったりメンテナンスするために石油石炭を使うのはそこで CO 2が出てるわけですよ。 電気自動車の馬鹿らしい議論と一緒ですね電気自動車は CO2 出しません電気だからってあなたは発電は何でしてんの知ってんのってああ石油石炭炊いてるわけですねだから自分の目の見えないところで出てるものはいいなんていう,もう子供騙魂になっちゃうわけですねですから太陽光発電を屋根につけてる人は「小じき」だと僕はこう言うわけですねなぜ「小じき」かっていうともともと太陽光発電をやろうって人がいなければですよ 税金を太陽光発電に払う必要はないんですよそれから電気代が高くなることもないんです。太陽光発電を売電売ってる人はですね他人かららお金をもらってるんですそのお金もですね何をもらってるかっ,て言ったらそれは電力会社が作る電力よりか安い値段で作って売ってんなら正当な商売ですけど3倍ぐらいの値段で作ってですねそれでそのうちの3分の2は税金で補填してもらって で儲かったと言ってるんですから、まあ、これは「古事記」以外の何もでもないわけですねまあ古事記という名前が、えー、今の世の中では人様からお金をもらわなければ生活していけないという人がいないからあえて「古事記」という言葉を使うのは適当でないしたがって放送禁止用語にするっつったってですね子供を高校に入れて無償化というんでもら金もらって 自分の家に屋根に太陽光発電を作ってそこでまた税金を入れてもらったりそれから他人がそれを強制的に買わされますからね今電気代が高いわけですからどんな見たって小じきですよ <laughs> そんなことしてあなた人生どうするのってやっぱり誰でもねそれはイチロー選手とかそれからまあえ田中投手なんていうのはアメリカ行って何十億というお金を稼いでくるし まあ普通の庶民は一生懸命働いて300万か400万かもしれませんしかしだから小じきになるってことはないと思うんですよね私はやっぱり人間は自分ができる範囲で働いていくということですねじゃあなぜそういう世の中になってるのかなぜみんなが無償化と言ってそのおかしさに気が付かずそれから太陽光発電があたかも環境にいいとか 良い子ののように錯覚をすするっていうのはですね僕はこの前の連休の10連休の時に思いましたね5月のタクシーに乗りましたらね官僚の人はいいですねってタクシーのうんちゃんが言うんですよ我々みたいに働かなきゃ金がもらえない人はこの10連休は答えますよって言うんですよねそれからレストランなんかでもそうですよねでレストランなんかも休暇が増えて本当に困るわけですよそれからまあ私のブログにも書きましたけれども 日本人が働かなくなれば日本全体の富が下がるので今の若い人が老後にもらう年金はますます減りますよ。つまり働かなければ人間っていうのは自分が食べていけないんですよ。働き方はねそれは厳しく働く人もいればあサボりながら働く人もいるだろうそれはそれでいいんですよね。個人のの自由ですからあだけどその 働自分は働きたくないけども年金はもらいたいとかですよそれでそれをタクシーのうんちゃんが言いましたねこれはねきっとねえらい役人の方々が決めたんだと彼らは10日休んでも全然給料が減らないんでしょって僕に聞くから減りませんって言ったんですよなんで休んでも給料が減らないんですかってこう <laughs> 聞くからねそれはまあ自分で自分の給料を決めてるからそういうことになるんですよねって ひどい世の中ですよとまあやっぱり基本はですね人からお金をもらって自分の人生をやるってことはやめると、えー、食べるご飯でも寒さをしのぐ着物でもですねそれからわずかばかりの教養を高めるためのいろんな費用でも、まあ、自分ができる範囲の中で生活をするしかしまあ人間には故障したり病気したり まあいろんなことがあるので、まあ、年取っても働けなくなるってこともありますけどねそういう時はやっぱり生活保護っていうか社会の助けを得ると、まあ、これが超人間というか人間の集団としてのやっぱり必要なことだと思いますが最初からね、まあ、特に太陽光発電みたいになんか自分がいい子のような威張ってて実は人から小敷みたいにもらってるってやつはさいただけませんね。やっぱ今後はぜひ えー、世界がどうでもいいですよアメリカとかあんなのはどうでもいいな中国とか日本人っていうのはやっぱり日本列島の大地の中で自ら汗をあの流してねそして自分の人生家族の人生っていうのを形成していくのが一番幸福の道だと私は思います。